さあ皆さん始まりました。今日2回目の配信ですね。時間が3月の16日、今が15時30分ぐらいです。いつも通り日本株マーケットの状況解説やっていきたいと思います。で、今日ですね、日経平均400円急騰。まあ、ここに関しては上げてくるのはもう昨晩の米国株の動き見たらね、みんな分かってたと思うんですけど、僕もですね、ツイッターでツイートしてます。今日は稼ぎ時だってね。で、それを見せた人は、その後ね、日経平均200円さらに上がったんで、うまくですね、今日はリターンは抜けたんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、今日ですね、動いた銘柄、一つあります。ソフトバンクグループ。14時以降、14時15分ぐらいかな。一気に爆投して、6% ぐらい急騰してるんですね。で、ここに関しては材料が出てるんで、そこの解説であったりとか、現状の日本株マーケットの状況がどういった状態なのかっていう状況のアップデート、いつも通りやっていきたいと思います。で、僕のプロフィールに関してはツイッターの方に載せます。7年間ね、証券会社に勤めていた元証券マンです。で、社長賞をね、連続で取ったりとか、最終本店勤務であったりとか、しっかりとね、実務経験と実績を残して、こういった配信をしてます。はい。なので、しっかりと知識をね、身につけてるものが配信してるっていうところを踏まえた上で、これからの僕の話聞いてほしいし、あとですね、メンバーシップでテクニカル分析の勉強会もしてます。僕が実践でね、使ってるテクニカルのレクチャーを皆さんにしてるので、基礎から応用というところですね。もし興味がある人がいたら、そちらの方を検討してみてください。というわけで、まずはいつも通り日経平均のね、分析からしていくんですけども、さっきも言った通り今日400円以上の急騰です。で、パラボリック、このドットチャートは今日日足の下の方に点灯したので上昇トレンド形成。5日移動平均線を切り上げる動き。で、ストキャも上がってて、RSI も切り上がってる。で、MACD がゴールデンクロス形成間近なので、まあ、今晩、まあ、明日の朝から早くね、FOMC の結果出てくるんですけど、そこの反応次第では、明日もね、比較的強い動きをしてくるかもわからない。で、現状ですね、日経平均に関しては重要局面で、ここの上値抵抗ラインでちょうどぶつかって頭を抑えられてるんですね。ここを抜けてくると、明日以降、もうちょっとね、居所は変わってくると思う。で、その時の基準となるのがフィボナッチラインですね。目先はとりあえず、ボリバーの中央線。この赤のラインとか25日移動平均線の位置ところを考えると、61.8% 戻しラインですね。この26,200円あたり、まあ、そこあたりが意識される展開になるかなというふうに思うんですよ。今、半値戻しラインでね、頭を抑えられてるんだけど、で、信用の高値期日ですよね。高値期日。それが、もう通過したので、まあ、9月の15日ぐらいね、高値だったんですけど、その前に向けて、投げ売りが出てます。はい。それで大きく下がりました。もうここに関しても予想通りですね。で、それを通過した後に、5日移動平均線をこういった形でぐって切り上げてるんですよね。ぐって切り上げてるんですよね。ただし、まだボリバンの中央線を、日足が抜けてきてるわけじゃないので、この赤のラインですね。ここのラインを下回ってる段階では、これ下落トレンドなんですよ。で、ここのボリバンの赤のラインを日足が抜けて、上のプラス2シグマの範囲内での値動きに、要は変わってくるとトレンドラインは強気なんですよね。強くなるんですよ。だから下げてる時っていうのはだいたいこういった動きですよね。ボリバの中央線あたりを頭にしてこう下げちゃってる。ここもそうですよね。で、日足がこのボリバの中央線を抜けてくるとこういった動き、まあこれ極端なんですけど、とか、あとこういった形の値動きに発展しやすいんですよね。ここもボリバの中央線がボトムとして意識されてるじゃないですか。なので、どちらにしてもボリバーの中央線を早い段階でやっぱし抜けてもらわないと困る。まあ、そこを抜けてくると、抜けてきて、ここあたりの25日とか、ボリバーの中央線のラインが横ばい状態になって切り上げてくるような動き方をしてくるとね、一旦ボトム打ってからまた大きなトレンドラインが発生してくるかなって気はするんですよね。まあ、とりあえず日経平均に関してはこんな感じで、で、今日ですね、半導体株も強かったです。なぜかというと、ナスダック昨晩 3% 上がってて、ソックス指数に関しては 4.36% 急騰してるからですね。急騰してるから。はい。まあ、ここに関してはまだね、戻ったといっては、もう、そこまで戻っているわけじゃないんですけど、アメリカの長期金利が上昇してるのに強いんですよ。昨晩ハイテク株は。で、アメリカのこれ10年債利回りなんですけど、ここは今 2.15% あたりまで上がってるんですね。2.15% ぐらいまで。で、これ上昇方向にバンドを継続中です。で、今晩、まあ、明日の朝3時ぐらいかな、FOMC 政策金利、まあ、決定発表というところを踏まえて、どう動いてくるかっていうところなんだけど、うん。まあ、とりあえずね、ここは上がってるでしょ。で、アメリカの2年債利回りも、バンドオーク形成しながら、1.85% まで上がってるんですよね。1.85% まで。で、これバンドオークなんで、日柄調整、さらに進んできて、
パラボリックとマック D が下落トレンドを形成すると、一旦ね、またボリバの中央線まで下がると、まあそういった動きをしがちなんですよね。ただ今のところまだちょっと、今晩の動きを、が、FOMC の発表後じゃないと、多分上下どっちにもね、触れにくいのかなって気はしますよね。うん。ただ2年債と10年債上がってるのに、昨晩ナスダック強かった。なので今日ハイテク株は結構強かったですよね、日本株も。はい。強かった。で、ちなみにですね、今日日経平均の上下に寄与した銘柄ですね。それがどこだったのかっていうところもちょっと確認していくんですけども、これを見てもらうと上昇強度1位は東京エレクトロン。ハイテク株が 3% 上がって、日経平均を61円相当押し上げた。で、ソフトバングループ。これも14時以降さっき言った通り急騰して 6% 急騰。日経平均を54円相当押し上げる要因。で、ファーストリートリング。中外、リクルート、この5銘柄が上昇強度トップ5ですね。で、下落強度トップ5は逆にこれ。ほとんど顔ぶれ、まあ、これ見ないんだけど、第一三共、オリンパス、トレンドマイクロ、コムシス、エーザイ、この5銘柄が下落しました。下落しました。で、今日特にね、やっぱ突出すべきところ、ここですよね。ソフトバンクグループの値動きですよね。これが凄まじかった。多分、ショートカバーを巻き込んで、大きくね、水準、組み上げていったと思うんですよ。水準を。で、銘柄コード9984のチャートを見てもらったら分かりやすいんですけど、これ3分足見てほしいんですね。これ。14時15分から一気に爆投したんですね。で、出来高伴って板の気配も一気に改善して、こういう風な踏み上げ相場。まあ多分さっきも言った通り、ソフトバンクグループは空売りしてる人も多いと思うから、そこのショートカバーですね。売り方の買い戻しも巻き込んで、一気に材料出てから吹き上げましたよね。で、材料に関しては、ツイッターの方で皆さんの方に情報を共有しています。中国の副首相ですね。が、要は、米国に上場している中国企業に対するところで、前向きな進展があったと。まあ、そこが伝わって、ソフトバンクグループは上がったんですよね。なんでかっていうと、アリババ、そこに投資してるから。アリババが、爆投中です。今。アリババが。で、アリババの、香港市場のね、値動きっていうところも出していくんですけども、アリババどこやったっけな、アリババ。今、凄まじく上がってるんですよ。20% 上がってるんですよ。これです、アリババが。グループホールディングスですね。これ、香港のやつです、香港。ティッカーもそうだと思うんだけど、ここも、14時15分を起点にして一気に吹き飛んだんですよ、上の方に。20% 急騰してるんですよね。まあ、チャート的なところで言うと、まあ、冷やしてみるとこんな感じなんですけど、出来高を伴って、今また上がってきてます。上がってきてます。このあたりが明日以降も続いてくるかどうかですよね。動きとして。ただ、ソフトバンクグループが今日ね、こういった動きをしてるならば、明日もやっぱしそのボリュームを伴いながら、上がってくるかどうかっていうのは見ておかないといけないかなと思います。で、チャンスがあるんだったら、エントリーしてもいいのかなっていうふうに思いますよね。うん。そんな感じがする。まあ、板の気配を見てみましょう。ちゃんと板の気配は。はい。今日引けにかけてよかったんで。ただね、今日ソフトバンクグループがね、上がってなかったら、日経平均は50円相当ね、マイナスだったんですね。今、400円オーバーなんですけど、だから300円後半で動いてるっていう形になります。ソフトバンクグループ、この材料出るまでは、弱かったですからね。マイナス推移だったんで、こう、日経平均大きく上げてるのに、午前中から。弱かったんですよ。で、一気にこう吹き上げましたから、うん。まあ、ちょっとここは明日も、監視、見ておかなければいけないかなっていう気はしますよね。はい。で、半導体株もさっきも言った通り強かったですよ。半導体株も。東京エレクトロンも5日移動平均線切り上げてきていて、200日移動平均線、このピンクのラインをまた超えてきた。で、25日移動平均線、この黄色のラインのところまで上げてきてるんですけど、5日と25日がゴールデンクロス組むかどうかですよね。で、村田とかも強いですよね。うん。村田とかも 3.64% 上昇で、パラボリック上昇トレンド形成で、一気にスーッと上がってきましたよね。で、レーザーテックはまだ弱い。1.52% 上昇。ただ、ここもパラボリックは上昇トレンドを久しぶりに、ここぶりですよね。まあ、ここ騙しだったんですけど、2月の1日ぶりに点灯させてると。で、今日ね、やっぱしすごい目についたのは、フェローテックですよね。7.46% 上昇してます。はい。パラボリック上昇トレンド形成して、25日移動平均線まで上がってるんですね。で、これが上げてる原因は、まあ、もちろん全体的なムードもあるんだけど、PBR っていうところが大きいと思う。バリエーション見ても、バリエーション面で見ても、やっぱし売られすぎっていうところ。
はい。まあ、詳しくは夜のライブ配信で話すので、よかったらね、皆さん、夜のライブ配信ね、今日参加してもらえると嬉しいですね。まあ、ここもね、ここあたりをね、PBR を注目してから、物色できてたかどうかっていうのは結構ね、キーだったんじゃないかなと。鍵だったんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、他のところのね、動きも見ていくんだけど、次に見ていくのがドル円。ドル円は118円の後半ぐらい、まあ前半ぐらい動いてますね、今ね。で、フィボナッチラインで言うと、361.8% 戻しラインかな。そこまで上げてます。上げてきてます。で、ここのラインは昨日言った通り、利確ポイントになるので、一旦のですね、利益確定寄りのポイントになるんで、なので、今ここで揉み込んでる状態が続いてますよね。はい。で、もし仮に、このレッドゾーンに入ってくるようなことがあるならば、もうちょっと利確は進む可能性があるんで、一旦上引き伸ばしやすいエリアです、ここあたりは。そこあたり注目しながらやってた方がいいかな。RSI も加熱気味のラインまで達してるので、一旦ここでね、少しスライスしておく?安くで買って、持ってる人がいるんやったら、ここで一部ね、スライスして売っとくっていうのはありですよ、実利を吐き出すっていうのは。うん。で、残りで上値試すっていう形で、僕だったらまあいいんじゃない?判断するかなって気はしますね。短期的な目線で言うと。はい。で、ドルベースの日経平均を見るんですけど、ここも、切り上がってきてます、今。ドルベースの日経平均も。5日移動平均線を超えた形で山なりになってきてるんですね。で、フィボナッチラインで言うと、今 23.6% 戻しラインなんだけど、半値戻しラインかな。ボリバの中央線とか25日移動平均線の距離感を見ても、もし戻してくるなら半値戻しあたりで一旦頭を抑えられる可能性があるんで、そこ注視。で、RSI の抵抗ラインもこういった形で存在してます。ここまで上がるんですよ。そこ抜けるかどうかなんですよ。抜けたら海外勢の買いがちょっと入ってくる確率は高まってくるかもわかんない。うん。で、それに関しては投資主体別売買動向からちょっと逆算でやってるんですね。で、今回海外投資家は8週で1兆3000億円相当売ってるんで、もしかすると買いの手が入りやすい時代になってるかもわかんないんですよ。ここあたりもね、海外投資家、昨年後半めちゃめちゃ売ってたんだけど、1兆3000億円相当売った後に買い越しに転じてるんですよ。で、買い越し額は最初は少額だったものがどんどん増えていったんですね。ここ、540億なんだけど、その倍。で、その3倍。っていう形で買い越しの量は増えていってます。で、今これ、売り越しの量がどん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 増えていってる段階なんで、ここあたりから比べるとですね。で、これが、要はマイナス売り幅がちょっと減ってきてくるのか、もしくは若干のここみたいな、要は買いの手が入ってくるのかっていうのは、明日発表されるデータはすごい重要かなと思うかな。明日の引け後に発表されるんですけどね。新しい投資主体別売買動向が。はい。そこあたりはちょっと明日の注目で見てほしいところです。うん。あと年金がね、また売ってきてるかどうかも、もう信託銀行経由で、ね、ちょっと確認しとかなあかんですね。そんな感じです。で、次に見ていくのが NS バイアス。これが日経平均割ることの S&P500 です。上昇すると日経有利、下落すると S&P500 有利なんだけど、ここに関しては、ここを起点ボトムにしてから今切り上げてる。米国株よりも S&P500 よりも日経平均の方が若干優勢で動いてるんですね。若干ね。はい。前から言ってる通り3区3区で大きな流れが来るんで、それがここで来てほしいですよね。もし上がってくるなら、またその米国から日本株へのローテーションっていうのが入ってくる可能性もあるんだけれども、キッシーが問題キッシーの発言次第でどうにでもなるんで、うん、ちょっとあれですよね、うん。で、中国マーケットの動きを見ていきましょう。中国も今大きく値は切り上げてきてますよ。はい。これ上海総合指数なんですけど、今 3% 以上上がってるんですね。で、ここも直近のね、安値高値を結んだフィボナッチの 361.8% 戻しラインをボトムに、売り方の買い戻しが入ったと。利確ポイントですよね。売り方にとってはここあたりは。レッドゾーン入ったらまた売りが、スライスが入ってくるんですけど、ここも切り上がってきている。ただまだこれバンド駆使です。で、深圳。ここも 3.96% 今 4% ぐらい上がってます。4% ぐらい。で、ストッキャとか RSI とか MACD とかはまだちょっとまだ微妙なんですけど、ここも売り方のショートカバーの一旦の利益確定ポイントですよね。ここはもうレッドゾーン入ったんですよ。だからここですよね。まあ、361.8% 戻しラインタッチしたんで、利益確定売りがここでは先行したと。
まあ、帰りもしたんでね、このボリンジャーバンドのマイナス2シグマのラインとも帰りしてるんで、なおさら入りやすかった。で、ここも、ここのレッドゾーンに入ったんで、ショートカバーが入ってる感じですね、一旦ね、テクニカル的にね。で、5日移動平均線までの軌道修正が入ってきてる。うん。で、一番上がってるのは、やっぱし半線。香港半線ですね。これが 8%、9% 急騰してるんですよ。で、ここも直近のフィボナッチの安値高値を結んだレッドゾーンですね。フィボナッチの 361.8% 戻しから 423.6% 戻しラインで、ボトムを打って切り上げてると。まあ、こういった動き方が見えてるかな。こういった動き方が。はい。もうテクニカル通りの動きが今、ショートカバーも含めて入ってるっていう状態です。うん。じゃあこれを踏まえて、次にトピックスもどうなのか。トピックスは 1.46% 上昇中です。で、これは MACD 上昇トレンド形成で、RSI はここの再現性のラインを試しに来てます。抜けてくると明日以降、おもろい。だけれども、今、フィボナッチの 61.8% 戻しラインですね。ここのところで一旦頭を抑えられてるんで、ここを抜けるかどうかなんですね。で、さっきも言った通り、ボリバの中央線を抜けてほしい。なんなら25日移動平均線も抜けてほしい。手が全部上がってほしい。上がってくれたら、もうみんなハッピーですからね。うん。空売りしてる人もね、買いも持ってると思うんで、ポジションはですね。はい。そういうところも含めて上げてほしいなと思います。で、NT 倍率。日経平均割ることのトピックスですね。まあ、日経平均とトピックスの優位性っていうところを見るんだけども、これ上昇すると日経有利で、下落するとトピックス有利です。で、ここは今直近下髭、まあ、今日はね、下髭伸ばしてから切り上げてるんですね。だけれども、これまだバンド奥中で、見た目上はまだ、日経平均よりもトピックスの方が有利なんですよ。で、これが明日以降切り上がってくる動き方してくるならば、日経平均への寄与度の高い銘柄が若干同意つく。だからさっき言った9984、ソフトバンググループであったりとか、あと銘柄コード8035の東京エレクトロンであったりとか、あとは9983のファーストリテイリングですね。ここあたりがもしかしたら切り返してくるかもわかんないんで、で、ファストリーに関しても、もうここあたりがレッドゾーンですね。そこを意識で行きましょう。53,200 から51,390。まあ、ここのオレンジ、紫のラインタッチするようだったら、一旦、利確、売り方のね、利確っていうのが入りやすいっていう。まあ、そういった形ですね。はい。ショートカバーが入りやすい水準です。うん。で、マザーズ。ここは今日強かった。2.18% 上昇。一番上がったね、指数としては。で、5日移動平均線もこう少し山なりになってきてるんですけど、MACD はゴールデンクロスをなんとか継続してます。で、ストッキャ RSI の水準の動き方。で、直近のフィボナッチラインですね。ここを見ると、23.6% 戻しラインで一旦、頭を抑えられてる。で、ここ抜けてほしいですよね。ちょっと、こっちにずらすんですけど。38.2% 戻しラインかな。705ポイントぐらい。ここあたりまで上げて、ボリバの中央線にタッチするんで、そこ抜けるかどうかですね。ここは。はい。ここも9月の高値期日かな。9月15日の高値期日が昨日通過したんで、少しね、同意づいてきてるって感じですよね。で、11月の17日かな。もう一個先。うん。17月の15日の高値期日は、5月なんで、まあ、ここあたりですよね。だいたい。一旦上がったとしても、またここあたりで売りが膨らんでくると思うんですよ。まあ、上げて下がるっていうパターンを組んでくる可能性もあるんで、そう、でもただ、ここで一旦上げて下がるってなってくると、1億の壁は突破してる形になるんで、トレンドの転換ラインに入ると思うんですね。もし上がってくるとするならば。そこあたりは見ときましょう、しっかりと。うん。しっかりとね、そこあたりの動きに関しては。で、ビットコインは今468万。トレンドライン、三角持ち合いは、これ、直近の上値をブレイクしてきました。一瞬ね。スーって上がってから100日で頭取ってるんですよ。ここも動いてきましたね。で、コモディティ価格。コモディティ価格。WTI 原因は98ドル。まあ、そこで動いてます。ここはもうちょい下がる可能性があるんで、警戒しとってください。5日移動平均線と25日移動平均線のデッドクロス形成が間近です。そう、これデッドクロスを形成してくるってことは、してくると、下押し圧力はもう一段入りやすいと思うんですね。焦って、ここで手を出す必要はないかなって気はします。これ見るとね。で、ゴールドも下がって25日移動平均線まで来てるんですけど、で、ドルインデックスはまだ高値で揉んでます。ドルが買われる流れはまだ継続中ですよね。まあ、円はね、全通貨に対して売られてるんで、
他の新興国通貨に対しても弱いからね。弱すぎますからね。かなりこうきつい状況は続いてるかなって気はするかな。うん。他のやつも下がってますからね。パラジウムも下がってるし、プラチナも下がってるし、シルバーも下がってる。うん。インフレ圧力は年後半にこのまま下がってくるなら、ピークアウトしてくる可能性はありますね。WTI 原油の価格っていうのは3ヶ月から半年後にマーケットに転換、市場価格に転換されてくるんで、年半ばぐらい、夏、年半ばぐらいまではおそらく発表される CPI は悪いと思うんですよ。で、年後半につれて、おそらくここあたりのその下落っていうところが織り込まれてくると思うんで、そこあたりでピークアウトしてくるかな。もしこれが本当に本物の下げだったら、元の適正価格まで戻るっていうことだったらですね。なので現状の動きを見てみたんですけども、コモディティ価格とか下がってるのは非常にいいですよね。ただ年7回の利上げペース、要は 0.25% の利上げを1回ってカウントすると、今 FF レートを見ると大体7回なんですよ、織り込まれてるのが。で、今晩重要イベントです。 FOMC が出ます。で、もうすでに、だいぶね、0.25% っていうところで織り込まれて、もう、動いてるんですけど、金利とかいろんな株価もすべてですね。はい。動いてるんですけど、まあ、とりあえずそこあたりのね、懸念点っていうところをね、しっかりと払拭して、パウエルさんがどういった発言をしてくるかってところは、やっぱし注目ですよね。鷹なのか、鳩なのか。鷹なのか、鳩なのか。ウクライナ情勢があるので、なかなか強気に高波には、ね、触れにくいところではあるんだけれども、ただインフレを抑えれなくちゃいけないっていうところを踏まえると、やっぱし行動はしなあかんので、もうちょっとね、難しいところだとは思います。難しいところだとは思います。ただ重要イベント前っていうことは、やっぱし、ね、なかなかね、ポジションはね、あんまり取る必要はないかなと。重要イベントを通過してから僕たちはポジションを取っても全然遅くないのかなと。全体的にまだ安いですからね、思うので。なので、例えばデイトレできる人やったら、狙ってる銘柄を今日とかデイトレしとくとか。で、リザヤでちょっと実利を取っとくんですよ。で、もしその銘柄が重要イベント後に発表して、監視銘柄とか狙ってる銘柄がね、上がったとしても、デイトレでその銘柄、狙ってる銘柄が実利を取れてるんだったら、少し出遅れても、まあその乗り遅れ、完璧に乗り遅れてるっていうわけではないと思うんですね。逆にそのいい場合もあるから。だからそういった形で、監視銘柄を、要はその FOMC 後上がるっていう風に予想してるんだったら、ちょっとね、ついてみるとかは全然ありなのかなと思います。ただし、まだウクライナ情勢も完璧にまだ解消されてるわけじゃないし、不透明感も残ってるんで、リスク管理は今年はかなりね、やっぱしっかりとやっておくべきっていう考えは、僕は変わってないです。変わってないです。QT のこともありますからね。ECB もそうでしょ？欧州の方も、まあ、解消の動きになってると。地区あたりで。やっぱし年後半はそこあたりが、QT っていうところが意識、QT っていうか、ま、そこあたりも意識されやすくなってくると思うんでね、状況次第では。しっかりとね、リスク管理しながらやっていきましょう。なので、また動きがあったらですね、すぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったらですね、皆さん僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローですね、しておいてもらえるとすごい嬉しいです。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さん、今晩ね、またライブ配信していくんで、また僕のチャンネル集合でよろしくお願いします。というわけで皆さん、一旦お疲れ様です。